吉谷さん、私ね、歌手のオーディションを受けたんですよ。受けるんですよ。で、明日がオーディションですね。LINE の通話で歌を聴いてもらえるらしいです。まあ、前回の戦場カメラマンさんの話ではないですけども、オーディションはこうなるよとかね。通常オーディションって10代とか20代の方が受けるじゃないですか。そこにね、なんとね、48歳が受けるという、これ笑えますよ。これでもね、私なりに一生懸命民謡で勝負してきます。今日ね、その役員の方と電話で面談をしたんですよ。で、その中で私の YouTube を見てくださって、私の、インスタグラムを見てくださってね、インスタグラムには私はね、大和くんの写真とナイト2000の写真しかないんですよ。で、インスタグラムチェックして、わっ、これナイト2000チキッとじゃないですかみたいな感じで盛り上がったんですよね。だからオーディションで応募してきた人にこんな人生があったのかみたいな感じでね、興味を持っていただけたかなってことで、日々の発信がフックしたんじゃないかなと思います。まあ、こういうふうな形でね、うん、オーディションで歌を売り込んでいくのに別の場面が見えてくるというね。で、そういうキャラクター性を持った歌い手さんを今は求めてるらしいんで、ちょっと変わった人が応募してくるとかね、 YouTube で暮らしている人が応募してくるとかっていうのがなかなか面白かったんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、しかもそれが本当ですからね。職業はって聞かれたんで、あ、YouTube で暮らしてますって言いましたんでね。そしたら、とかになってね、じゃあ収入いくらですかって聞かれたんで、これこれこうですって言ったらね、すごいじゃないですかみたいな感じになって、で、ナイトライダーで意気投合して、で、まあ歌の方はね、そんなに本業ってわけではないけども、地域で民謡で歌ってますと、コンテストにも何度か出たことがあるけども、優勝はしたことがないけども、ポロポロ入賞ぐらいはしてるんですよみたいな感じでね、まあ私の歌の経験もさせていただいたかなってことですよね。まあ、戦場カメラマンさんではないんですけども、自分の見えてる景色って他の人にはほとんど見えてないですよね。で、本当切り取ったとこしか見せてないんで、例えばね、こういう話があります。先日私ね、菓子パンを食べてる動画を連発で3日ぐらい上げたんですよ。そしたらパンばっかり食べて体に悪いって言われたんですけども、待てと、珍しいんだ菓子パンを食べるのは。たまたま 3日連続で撮影して出しただけで、24時間のうちに菓子パン1個食べてるだけだということだったんですけども、だから切り取ったところで他の場面も想像しちゃうんでしょうね。さすがにね、ジャニーズの人だってね、テレビに映ってない時はいろんなことしてるわけですよ。あっち行ったりこっち行ったりね、普通の人の人間ですから、私たちも一緒ですよ。まあ、だから芸能人の YouTube ってのは面白いんでしょうね。テレビで切り取ってないところが見れるから。ブログとかも面白かったんでしょうね、きっとね。芸能人の Twitter とかね、面白かったんでしょうね。で、私たちは普通の人なんで、普通の人が特別なことをやってるところをやっぱり見せていかないといけないのかなっていうところで、金持ちブランディングっていうのがあるんですけども、あれはね、どこも切り取ってないですからね。金持ちブランディングはもう作られたところを表現してるんで、あの嘘は続かないですよね。まあ何言ってるのかな。まあとりあえず戦場カメラも行ってらっしゃい。